電気はどうなってる？かろうじてね、何しろ古い電線だから。これだから途上国は。それってイタリアのこと？いや、ヨーロッパ全体さ。イギリスも発展途上国だとは思わなかったわ。イギリスはヨーロッパじゃないさ、レベッカ。ヨーロッパってのは、そう、言ってみればニキビみたいなもんだ。どうやってアニムスのコピーを作ったんだ？ルーシーが設計図を調達してくれたの。アブスター号からは何も持ち出せなかったんじゃ。彼女を舐めないで。あとは私の才能ね。はあ。これに集中させて。食料の調達はどうする？働かざる者食うべからず。笑ってよ、今冗談で言ったのよ。よし、笑うか。食料係に立候補するのね。まあ仕方ない。おしゃべりしてる暇はないんだ。話は後々。それ肉よ。偽善だな。植物だって攻撃されると肉食昆虫を呼ぶ物質を放出するんだぞ。動物みたいじゃないか。無駄な知識ばっかり。司祭から聞いた話さ。この子の用意はできてる。よく来たな、ヘッツよ。ルクレツィア城の恋人をお尋ねしようと思ってな。どうだ？手下が居場所を調べている。それは結構。ヘッツよ、いいか。どうした？実はロドリゴに城から離れろと警告したやつがいる。マキャベリだと？証拠はあるのか？いや、証拠もなく仲間を疑うわけにはいかないな。ボルジアはこちらのスパイの居場所を知っています。どうやって？今朝ピエトロ捜索の件でマキャベリにあれこれ聞かれて。エッツよ、
やってしまえ。注文もお受けしますよ。戻ってこい。戻れ。マキャベリが裏切ったとは信じられないんだが。ヴィラの襲撃、城の剣、そしてこれだ。他に誰がいる。よしよし。よし。分かったことはあるか。ピエトロは今晩、チェーザレが差し向けた殺し屋に暗殺されます。見てろ、ローマ一の殺し屋だ。奴に狙われちゃう。時間はまだある。急ごう。ピエトロについて何か分かったか。役者をやっていて、今夜の芝居で舞台に立つ予定だとか。
たちの王馬は。ついてこい。ピエトロの居場所は分かったか？十字架にかけられる役だとか、ミケロットは槍で刺し殺すつもりだ。